あなたにもらったか。自己紹介。はい。バンドの。フォーアンドアハーフの椎名琴音です。同じくフォーアンドハーフの山岸健太です。よろしくお願いします。オーディションの時もその感じだった。いや、こんな軽くはないと思います。アパッチ所属みたいな感じで興味があったとしても。アパッチ所属しか言わない。ああ。なんか一言、ま、枕言葉言う。一言言いそう。私たまに言える。全力で。全力で言わないけど。もし。すごいこの役合ってると思います、私に見たら。いや、こういう経験私もあるので、すごい共感しました。基本うつむいてる。アパッチの山岸。やだ。やだ。なんか怖い。キャラ付けしたい。シンガーとしては。そうですね。18ぐらいから音楽。へえ。音楽やってる。ギターは？ギターは中学3年からやってる。それは何がきっかけの？中3。ああ、なんかいとこの。家にクラシックギターがなんかタンスの上とかにほこりかぶって置いてあって、うん、なんかもう昭和のなんかこうモダンな格好した女の人がこうやってる教則も、もうギターの指板も He, Who, Me とか、でその教則も見ながら見よう見まねでギターやってて、それが最初です。しのちゃんは楽器歌好き？私は楽器ですね、ウクレレ。あの大学、高校3年生の時に役者デビューして、でその大学入って多摩美術大とか入って、なんか夏すごい暇で、でなんか夏1個やろう、なんか目標みたいの作って、で家にやっぱウクレレが母の趣味であったので、それを使ってみたら1、2週間で1曲弾けるようになった。シー・オブ・ラブってアメリカの古い曲を弾けるようになって、うん、そこの2曲目の時にも作詞作曲始めて、うん、やってみようみたいな思ったらできた、最初ずっと英語だった詞が、ね、なんかだってでも僕らが舞台でやった曲も、あの初めて2人で共演した時にやった舞台でもシード・オブ・ラブっていうそのウクレレで新谷ちゃんが初めて弾いた曲をやったのが最初で、それバンドじゃなくて役者で、そう舞台で共演して、そういうことある、それバンドやる前、やる前、わじゃあそっからだ、そうっす、その岩松さんの舞台でなんか割とこう音楽のことはちょっと山岸の頼むよみたいな。え、2人とも主演？いや、もうなんかでもみんな、なんか特にこう、この人が主演っていう、はっきりしてね。若手で、15人ぐらいの若手で1個の舞台作るっていう、なんかワークショップ的な、こう実験的なのを。ちょっとやってもらってもいい？思い出せないんだけど。絶対思い出せない。なんか最初じゃない、なんか僕、なんかヒッピーで、もうヒゲもボーボーで、バンダナに、バンダナ巻いて歯ブラシさしてるっていう、引きこもりなヒッピーみたいな、なんか謎の役で、なんか音楽ではなんかこうシンナちゃんとこう共鳴し合うみたいな、共鳴し合うみたいな、でくし、ね、それがまたこう本当に共鳴しちゃった、共鳴そうっす、なんか一緒にやることになった。二人はじゃあ役者だからさ、もう今の通りもさミュージカル風に語ることができるんミュージカルやったことない？ない。ミュージカルの理屈は全く分かんない。こういうことはしたことない。でもなんかこの前ライブでさ、はい、踊りながら歌を歌ったしたじゃん。うん、あれとなんか理屈は一緒なの？こうやってで無茶ぶりさんが一番苦手です。別にやれとは言わないけど。今日帰ったら家族の前で、ただいま。それはできるかも。家なら隠し撮りしたいただいまご機嫌。僕ら今後ね、なんか映画の音楽とかそういうのもやっていきたいなと思って。そうやっぱ今回の出した、うん、フォーアンダーハーフ畳マットデイズってやつも、うん、一応
こう映画のサントラみたいな気持ちもあって、うん、なんかこう物語に沿ってるみたいなとか、そういう空気感を今後も出せたらね、うん、完全インストのアルバム作ろうと思ってて、うん、しかもホラー映画の、うん、ホラー映画の曲のために作ってないのに勝手にホラー映画のインストを作ろうみたいな、うん、本当ね、ホラーゲームが好きだったりとかさ、うん、まあホラー映画も好きだし、そういう音楽も好きだから、そういうのやりたいなって話してて、ね、あのアルバムの PV を増やす気はないですか？いや、今撮ってる、もう撮ってるところなんですけど、自分たちで出て、そう出てやってて、でももう梅雨が、そう、この時の天気が撮れなかった、うん、雨のシーンはね、バッチリ撮れたけど、ちょっと晴れてくれなくて、ね、ようやく晴れたからちょっと指導しないといけない。まあでもそんな焦らず、なんか別にそんなこう CM みたいな感じでこの日に全勢力を使ってなんかお金をかけてるわけじゃないから、この天気じゃあれだったなと思ったらもうまたリスケしてでも長くなっちゃったとしても、ベストなものを取るのが一番いいと思うので、あんま焦らずというか、うん、でもなんか最当初はなんだろう、これバンド始めた時はこうまあ、アルバム自体にも3ヶ月1編ぐらい出そうとか、まあ、MV もこのアルバム全曲出そうぐらいの勢いで始めたけど、まあ、結構長かそうもいかない、そうやっぱり難しいんだなってすごく思います。そう、みんなそれぞれ人生があるしね、そう人生、そうやっぱその人生をちょっと分けてもらうわけだから、うん、そこをなんとかお互いにいいって思ったらすごい豊かな時間になるけど、どっちかがちょっと下がってるだけでそのパワーバランス的にやっぱりやりにくくなっちゃうところが今ネック、難しい、うん、やっぱその人のあ、よかった、やってよかったって思ってもらえるように私たちも頑張るといけないです、うん、結構その僕らの会話の中ではもうあれもやりたいこれもやりたいっていうのはすごい出てきてて、まあまあそうですね、まあいろんな難しい問題をどんどんこう取っ払える、なんかこう、言えばもっとこうね、面白いものを見せられるなとはすごく思うけど、うん、でも今回のこのアルバムリリースしたのは相当すごいことだと思う、うん、今年初めて11曲作ってレコーディングをしちゃったんだよね、うん、半年実質たっとか経ってないかぐらいで、うん、こっちのアルバムはようやく出せた、まあみんなの力があって、それはすごい頑張ったなと思って、一回このリリースを機になんかお使いこの会話したいねっていう話もしてたね、そうなんか参加メンバーで面白い人とかいました、面白い人、あの、あ、今回のアルバムです、そうあれですよね、ジョニー大倉大臣、まあそうまあそこは言わないと思う、水中空苦しいっていうバンドの、 あのボーカルギター作詞作曲やってるジョニー大倉大臣さんが今回1曲だけね作詞作曲提供してもらった、さよならのバブーカって曲なんですけど、うん、これはもともとアルバム作ってて、自分たちのなんかこうアルバム1枚に1個のジャンルじゃなくて、いろいろロックもあるし、なんかオルタナっぽいのもあるし、フォークもあるし、いろんなのやりたいねっていう中で、ジャンルとして水中すら苦しいがやりたいっていうのがあって、私が一個のジャンルみたいな、そうジャンルとしても水中さんっぽいよねこれみたいので、ちょっと実験的にやってみたけど、うん、これ本人に頼もうかみたいな、うん、なんか一曲ぐらいそういうスペシャルなものがあるのっていいよねってなって、次の2枚目のアルバムはもう作詞作曲作り始めてるんですけど、全然違う1枚目とは全然違う。で、なんでこれを違うのやりたいかって、別に、まあ、みんなびっくりさせたいなっていうのもあるけど、なんだろう、単にそれがその曲を作りたいからやってるっていうのは素直にあって、で、もちろんね、なんか1枚目のアルバムが好きで2枚目聴こうと思ってくれてる人が、え、なんか1枚目と全然違うじゃんって離れちゃう可能性も全然あると思うんですよ、そうなんかあれみたいなって思うかもしれないけど、いつか1枚目のテイストに戻ろうと思って、うん、
だから結局1年後多分また同じようなテイストのやつは聴けるように、なんかこういろんなジャンルをこうポンポンポンってすごい短い期間で出そうと思ってるから、全然ずっと聴いてもらえたら、多分1枚目っぽいアコースティックっぽいのもまた来年の今頃出る可能性もあるし、だから そうやってこういろんなのをこう早く早く作ってルーティンさせてやりたいなと思います。せっかくこう役者と音楽とやってるから、まあ、なんかそこを生かす、ね、生かすようなことがいっぱいできたらいいなと思って。そう、本当周りに役者さんいっぱいいるんですけど、役者だけじゃない人ばっかで、演じるのももちろんすごい好きな人だけど、これも作るの好きとか、絵描くの好きとか、詩を描くのが好きとか、ダンスが好きとか、やっぱしかもそれはすごいプロフェッショナルな感じで、みんな考えてやってる人が多いから、そこも巻き込んでね、やれたらいいなとすごい思ってますけど。トゥアンダーハーフの、初フルアルバム4アンダーハーフ畳マットデイズがリリースされました。ありがとうございます。ありがとうございます。配信と、まあ、これから CD のね、あのネット注文みたいなやっていこうと思うので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。よろしくお願いします。一生懸命一生懸命作りましたね。はい、一生懸命作りました、はい、一枚一枚が本当に大事なので、ぜひ手元に持って聴いていただけたら大変嬉しいです。はい。ちょっと最後の顔変でした。いいんじゃない？僕ですか。いろんな曲があるよ、聞いてね。フォアンダーハーフでタッチラブワールド。こんな時に初めて人のぬくもりが欲しくなるなんて。空を渡る鳥、寂しの木においでよ、瞳の奥、本当の声は太陽は飛ぶように守ったりと
いない。ありがとうございました。